はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。今日も一人会やっていきます。今日はですね、何をお話ししようかなと思った時に、以前ですね、グローカルのサービスを立ち上げようって知った時に、国際協力を身近にっていうところがあったりだとか、知られてなさすぎるみたいなところをお話しさせてもらったんですけど、そもそもなんで国際協力って皆さんにとって知られてないのかっていうところを自分なりの解釈でお話ししていこうかなと思ってまして、皆さんは国際協力っていう業界がなんで国際協力に携わられてない方に知らないと思いますか？僕の中では結論、魅力を伝えきれてないんじゃないかなって僕は思ってます。そもそもなんですけど、国際協力って途上国とか海外で活躍されている方が多いんで、海外に対しての周知であったりだとか、国際協力の中のコミュニティだけで情報発信しているケースってすごく多いんですね。なんで国際協力業界ではめちゃくちゃ有名だけど、一歩そこから外れちゃうとそんなに有名じゃなくなっちゃうっていう現状が生まれちゃうのかなと思ってまして、とはいえね、国際協力って他にもなんか同じようなところないのかなって考えた時に、宇宙飛行士だったんですよね。宇宙飛行士ってみんな憧れますよね。なんで憧れるんですか？別に宇宙に行ったことがあるわけでもないし、宇宙のことをずっと昔から学んだわけでもないですよね。なんですけど、宇宙飛行士っていうとなんかワクワクしませんか？そういう感情が国際協力にはないんじゃないかなって僕は思ってるんですよ。すごく言い方語弊あるかもしれないですけど、アフリカも宇宙も僕の中では同じ行ったことない人には同じなんですよ。僕はもうアフリカは行ったことあるんで、アフリカと宇宙は切り分けられますよ。ただアフリカに行ったことない人は宇宙もアフリカも行ったことない国なんで同じなんですよ。なんですけど、じゃあアフリカで活躍している人と宇宙飛行士、なんでこんなに違いがあるかというと、ワクワク感なんじゃないかなって思ってるんですよ。でそのワクワクっていうのが基本的に僕は魅力だと思っていて、その魅力を宇宙飛行士はちゃんと伝えられてるんですよ。一方で国際協力は全然伝えられてないと僕は思ってます。なんでこの違いがあるがゆえに、国際協力っていうところがまだ認知されてないのかなって思ってます。でその魅力をじゃあどうやって伝えられるかというと、僕たち側が発信している、今国際協力で活躍している人がどんな魅力があるのかみたいなのを紐解いて YouTube で出していくことが大事なんじゃないかなと思ってますんで、ぜひ皆さん気になったら見ていただきたいなと思ってます。ありがとうございました。